遥かのミリタリーニュースです。最後までご覧くださいね。こんにちは、遥かです。今日は航空自衛隊と A 空軍による初の共同訓練、ガーディアンノース16が開始、ユーロファイタータイフーンなどが参加をお届けしますね。航空自衛隊と A 空軍による初の共同訓練、ガーディアンノース16が17日、三沢基地、青森県三沢市や太平洋沖など周辺空域で始まった。今年1月の日英両政府外務防衛官僚協議2プラス2で A 戦闘機を派遣する共同訓練に合意していた。空自が米軍以外と国内で共同訓練を実施するのは初めて。空中戦や燃料補給に関する訓練を11月6日まで実施する。空自からは F-15 戦闘機と F-2 戦闘機が4機ずつ参加。 A 空軍は人員200人とタイフーン戦闘機4機や C-17 輸送機などからなる訓練部隊が参加する。青森県は17日、岸田文雄外相、稲田朋美防衛相、英国のヒッチンズ駐日大使らに訓練の安全実施を求める要請を文書で出した。要請は5項目で、安全対策に万全を期すことや、早朝と夜間の離着陸禁止、訓練参加者の規律維持の徹底を求めている。ネットの反応、ユーロファイターとうとう来たのか、おい、三沢優遇されすぎやろ、数年前には B1B ランサー来たし、サンダーバーズがブルーインパルスと共演したのも三沢だったな。三沢はアメちゃんが運営してるし、エゲレスと共同戦線してるからやろ。イギリスが出張ってくるってことは戦争が近いんやな。どさくさに紛れて香港をどうにか独立させるか、再割譲させるつもりなんやろうか。イギリスが日本の基地使って香港防衛とか胸厚、単に豪州やマレーシアとかと結んでる5カ国防衛取り決めの絡みで中国を牽制するためだろう。日本が海外派兵した時にチームを組むのがアメリカ、イギリスの可能性が高いってことよ。日本周辺ならオーストラリアも含まれる。サービスで30日に岐阜基地航空祭のゲストで来てくださいな。え、日本に到着できたん？それにしては4機って少なすぎだわ。もしや途中で脱落した機体がいるのか？なんだつまらん。米軍の戦闘機は空中給油繰り返して飛んでくるのに。アホか、空中給油を知らないのか？知った顔つ、単にアメリカ経由して休み休み来るだけだろう。南シナ海や台湾有事の際に香港を狙っているのか。とりあえず演習でソウルを空爆しよう。こいつら何カ国と演習してるんだ？過労じゃないのか？中国に逆らえるの？イギリス何ぞか来てもさ、米軍がいる三沢基地で米軍が参加しないって妙な訓練だな。台風は当て馬とか言われてはいたけど、 FX の候補になったぐらいだから能力はあるんだろうな。ドッグファイトすんのかな。今や中国の手先、情報収集のために来るんだろう。以上、はるかがお届けしました。他の動画も見てくださいね。はるかです。最後までご視聴いただきありがとうございました。あなたの応援が励みになりますので、チャンネル登録をお願いします。スマホの方は画面下のチャンネル登録ボタンから登録をお願いします。またグッドクリックやコメントもお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょうね。